ただいま、浜松三ヶ日牛&遠州しらす弁当を買ってまいりました。ちなみに今トレインビューホテルに泊まってます。こんな感じで、掛川駅前に泊まってます。じゃん。これ浜松駅と掛川駅は同じ駅弁屋さんですね。よいしょと。じゃんという感じで、これがブランド牛の浜松牛っていうんですかね、三ヶ日牛か。で、遠州灘のしらすに、アサリですよね。これはもうがっつりご飯食べられちゃいますね。ということで、後で食べてみます。以上です。